どこの部屋？自分家だよ。ここソファーあるよ、ほら。あれ、ほい、自分家です。白いソファーで判別してください。よしみさん、桜の花びら、アバター変わってる。うまちゃん、桜の花びら。ドグラスさん、桜の花びら、ありがとう。あんたさん、桜の花びら、ありがとう。今日の夜は大変大変なので、ちょっともしかしたら配信をできなくなっちゃうってこともあるかもしれないから、先に配信しとく。かんすけさん、ハートありがとう。こんにちは。そう、いちごはいないよ、いないよ。そんな常に一緒にいるわけじゃないよ。まっちゃん、きゅうさん、桜の花びら。コーラさん、星ありがとう。フォローしました、ありがとう。うまちゃん、団子ありがとう。フリーダムさん、団子。ヤマシンさん、桜の花びら、ありがとう。お疲れ様。久しぶりに拝見。確かにゆうなんちかいちごんちが多かったかも、ここ最近。今日もこの後予定があるんです。しおみっちーさん、団子。ドグラスさん、桜の花びら。たかけいさん、桜の花びら、ありがとう。ななまるさん、桜の花びら。たかけいさん、桜もち、ありがとう。そうですね、お仕事があるんですよ。頑張ってきます。夜はどんぐらい取れるかな。夜が時間が取れないかもしれないから、そう、一気に咲き始めてる今。のりさん、桜の花びら。うまちゃん、星。たかけいさん、だるま、ありがとう。今一気に3人も始めてる。かすみもいちごも始めてるじゃん。たかけいさん、ファイト、ありがとう、頑張る。さみの夫、たけ49歳さん、ハート、ありがとう。そう、いろいろ、そう、追い込みの期間ですね。いろいろやることがありますね。今超忙しくさせていただいてる。10月とかに僕隊とキミリンさんのとかぶってた感じで、今もあれ5月の肉フェスとミチさんのがかぶってたりとかで、そう、今大変大変。もちろんさん、団子。冬物さん、ハート。のりさん、ハート、ありがとう。大変ですね、今。事故、隣にいないです。いないですから。そう。もじろうさん、桜の花びら、ありがとう。あら、声しないでしょ？そう。夜がね、わかんない。時間が取れないかもしれないから、今しとくね。うん、15時になった。今日はみんなは仕事かね。こんにちは、こんにちは。することがいっぱいだ。することがいっぱいだ。大変だ。頑張るよ。今日お気に入りのジャージだから頑張る。あ、お昼休みか。なるほど。休憩中ね。頑張ろう、午後も。本当に私は午後から頑張ります。今日は、こんにちは、こんにちは。ジャージ、ミスさんの卒業、もう直前だね。明日、明後日、しあさって、その次だもんね。31、もう早すぎる。もうすぐだ。あー、寂しい。
こんにちは。こんにちは。もうだってね、何日やと、4日後、4日後ぐらいがもうねえ、卒婚だもんね。早すぎるよ、本当に早い。追い込みですね。これからもっと大変になる気がする。頑張ろう頑張ろう。2.5 期さんがさ、あれ、昇格するからさ、なんて言うんだろう、プレゼント送れるようになったじゃないですか。さっきお知らせがかかってたけど、昇格だってなってる。あー素敵ってなってる。イベントもね、終わって4月1日から 2.5 期さんも正規メンバーさんになる。でもね、もうだって多分1ヶ月とか2ヶ月後にはさ、まあ、期間っていうか、いつからかは分かんないけどさ、同期というか3期の中からもさ、4人ね、その正規メンバーになるって考えると不思議な感じだ。そう、ヤマシンさん、桜の花びらありがとう。そうなのね。今週末からそう、たくさんの先輩方がね、卒業されていってしまうから寂しい。行ける公演は全部行く。そうね、3月終わりそうなの信じられないよね。1年前の今ぐらいかな、多分広島引っ越してきてる。もう1年、早い。1年でもういろいろありすぎる、本当に。こんにちはこんにちは。七丸さん、桜の花びらありがとう。初見です、ありがとう。ねえ、1年早かったよ、とっても。すごい早かった。そう、1年でそういろいろ変わったよ、本当にね。そう、ココアさんもね、本当に急でびっくりした。レモンスカッシュ飴の人。レモンスカッシュ飴食べた？私は昨日の夜も食べたよ。引っ越ししてもうすぐ1年ね。このぐらいの時期引っ越しをする人多いよね。早いな、もう1年か、引っ越してきて。お披露目からもあとちょっとで1年だしね。え、心の困りごと相談室さん、桜の花びらありがとう。食べて美味しかった。美味しいでしょ、あれ大好き、本当に。あれ本当に美味しい、レモンスカッシュ飴美味しいんよね。そう、ダニエルさん、おんぶありがとう。こんにちはこんにちは。そう、ああ今日もやることがたくさん、頑張らなきゃだよ。頑張らなきゃだ、本当に本当に。こんにちはこんにちは。これマイク触っちゃってるかな、もしかして大丈夫かな。あ、今度あれ見せるね。あの昨日ね、沖さんがレッスン場に、なんて言うんだろう、お洋服、断捨離して、そう、着られなくなったお洋服をね、置いてくださったので、私はね、帽子とね、服をお2つで3つね、いただいたから今度見せるね。本当にめっちゃ素敵だから、沖さんにいただいた服。そう、まだお話し会とかないけど、でもまあ、でも時期的に今着るやつじゃないけど、来年とかに着れたらいいな。そう、なんかいいね。夜またちょっとだけどすると思うけど、こうやって昼前配信できるの、平日の、不思議な感じする。普段ならさ、絶対できない時間だから、始めようと思っても無理ですって出るから。そう、早い。
今日あれだよね、日向坂さんがさ5周年だよね。そう、もしね、あの X がね、音ありピアノが音ありであげれるんだったら、私そう金を弾けるようになってたから、金が弾けるから金をね、ファーストシングルのそう弾いてあげようかなって思ってたけど、まさかのピアノがねあげられないから、音ありでそう撮ってないんよ。悲しい。キュンをそう私は弾きたかったのに、残念。こんにちは、こんにちは。テテテレテテテレテテテレテテテテテレテテテレテテテレテテレテテ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 そう、この時間そうなの、普段は見ていただけない方にも見ていただけるからね、嬉しいね。平日のこの時間は絶対できないから、本当に。キア兄さん、桜の花びらありがとう。今日は多分配信するとしたら9時台かな、9時過ぎてからです。そう、こんにちは、こんにちは。まことさん、ハートありがとう。桜ってしとこ。ラペチーノさん、ハートありがとう。そう、覚えるのめっちゃ大変よ、本当に覚えるの大変。まあ、3期はね、振り入れがないからね、全部自分で動画を見て、動画を見るだけで振りとか覚えていかないといけないから大変。そう、先輩方はね振り入れあるんだけど、3期生は振りがないから超大変、全部自分で入れていかなきゃいけないから。そう、イントロ覚えるだけでも1時間かかったりするの。そう、しかも動画がね、画質が悪かったりとか、本来は例えば6人とか8人10人でやる曲を、そう10、17人とかで披露するから、そうだから、その例えば6人の曲だとしたら、その6よりも下の子は一応ね、その立ち位置は書いてあるけど、どの振りをすればいいのか書いてないから、憶測でしかそう振りを覚えていくことができないから超大変。そう、むずいよね。そうなんよ。大変ですね今。しかもそのね、立ち位置とか、立ち位置によって振りとか歌わりが違うから、立ち位置とかが来るのが前日の夜だったり、すごい時はレッスンが始まる数時間前に来たりとかだから、もう覚えていくのが大変。そう、あとは深夜3時とかに来たりもするし、そう、そっから覚えるのはだいぶ大変。全部自分で入れてかないといけないから、そう大変ですね。とても振り入れがあったらないいなって思うんだけど大変。みなみさんが振り入れ動画全部保管してる、そりゃすごすぎる、そりゃすごすぎる、すごい。ピチーノさん、桜の花びらありがとう。そう、超ギリギリに来るから、そう、でも深夜とかでもみんなはその立ち位置がわからない状態でも大体のその振りをやってたりするから、3時台とかでもみんな
その資料が来ると反応をするのね、 LINE で。そうみんななんかもう7人8人とどんどんね、そのついてくの、確認しましたみたいなのが。みんなこの3時とか4時とかまで起きてやってるんだなって思うと、そうすごいよね。そう深夜2時とか3時とかに来る時もあるし、大変ですね。当日のそのレッスンが始まるほんとちょっと前、数時間前とかに来る時はもうさすがに焦るこっから振り覚えるのみたいな。大変だよ。そうシオミッチーさんハートありがとう。そう超大変よね。でもねきっとそうマネージャーさんとかダンスの先生とかも大変だから頑張らなきゃ。ステージに立つのは自分だから。そうだから自分で覚えてって全体の練習に行っても、なんて言うんだろう、動画だとやっぱりさ細かいとこが分かんなかったりするから、あれここ違ったとかよくある。細かい手とかがその画質が悪い昔の映像だったりすると、そうすると全然これ何の手何の手親指何みたいな、よくあるそう大変。頑張るしかないよね今は。そうだね、送る側もその時間まで、そうだねお仕事して起きてるってことだよね。そうなのよ、大変よね本当に。マネージャーさんって休みがないよね。 X の投稿とかもさ絶対その担当マネージャーさんの許可がいるからさ、だからお休みの日でもさそれに、そうその X のこれ確認お願いしますとかブログお願いしますって来たらあげなきゃだから、マネージャーさんってほんと大変なんだと思う。そうねえ、そう確かにそうだね、なんか仕上げるっていうよりはそうなんとかこなしてるっていう方がなんか、うん、言葉が合ってる気がする。今の覚え方はなんとか毎日やっていけてるって感じ。キラありがとう。そうなのよ大変。だからねあれ3期のレッスンの場合はフリーレア自分でしていかないといけないけど、例えばみちさんの卒コンとかはダンスの先生が他の方で普段先輩を教えてる方だから、あれそのフリーレをねそうしていただけるからすごい、もうなんかレッスンがそうね、あこれがレッスンだってなる。そうフリーレをしていただくとやっぱりねそう楽だから、フリーレをしてだいたい2時間ぐらいで、そのすごい難しい曲をねそのこの間フリーレできたのだけど、多分それを一人で動画を見てやったら多分もう半日以上はかかるの。だからそうなのね、フリーレがあるありがたさを本当に感じたね。フグループさんの時同じ、どうだろう、いやフカグループさん、いやユミリーさんの時あれだったかな、本当に先生によるかも、振り入れがあるかないかは。3期生はないから全部自分でやってかなきゃだね。自分のグループの曲もだし他のグループさんの曲もだし、だから大変だね。振り入れがあったらいいなってよく思う。そう、そうすぐ指導してもらえ、そうなのよ。
自分で入れてくとやっぱり間違えて覚えちゃったりとかがあるから、そう、ああせっかくここ覚えたのにここやらないふりだったとかもあるし、そう大変ですね。だいぶ今頑張らなきゃいけないよ本当に。ゆりちんさん、桜の花びらありがとう。ね、そう先輩方もやってきたからね、頑張らなきゃだね。どうなんだろう、でも先輩方は多分あるのが普通はあるんだよね。そう普通はあるんだけど、そう3期生はないのよね。なんか3期生から方針を変えるみたいな、振り入れをしないみたいな、そうあった方が、そうやっぱり完成度もあるし心の余裕もできるし、そうでも振り入れをしないメリットって多分あんまり私は思いつかないから、そう私はやっぱりしてほしいなって思うね。お仕事戻る、頑張って。そう急な方針の、そうが変わったからね、びっくり。ロッピーさん、桜の花びらありがとう。そういろいろ今そう大変なのよ。だからミスさんの卒コンの練習の時はもうどの曲でも振り入れがあるから、そうもう本当にね、そのいいんだけど、そうお台場のとかは全部自分でしていかなきゃだから、そう大変なの。そうマネージャーさんもダンスの先生も多分ねすごい今忙しいから、そうなの、自分がステージに使う、自分が頑張らなきゃだよね。フリータムさん、桜の花びらありがとう。そうみんな頑張ってる、本当に頑張る頑張る。25に割ろうかな。そう並行してるとね大変。同じ曲でもね立ち位置が変わったりとか、何人バージョンが変わったりとかでまた覚え直さなきゃいけなかったりもあるし大変だ。こんにちは、こんにちは。だからね、そうみちさんの卒コンのレッスンの時が終わった後にその振り入れがあって、でそう終わるとみんな振り入れがあるってなんていいんだろうって、3期のレッスンも振り入れしてほしいよねってそうよく話すんよ、ね、振り入れがあるだけですごいすごいやりやすい。私多分振り入れをしてやるのは覚えるのは早いんだけど、動画を見て覚えるのがすごい苦手だから、そう数十秒のもう10秒20秒とかの
部分を覚えるだけでももう1時間かかったりとかしちゃうから、そうだから振り入れがあるとやりやすい。本当に動画を見て覚えるのが苦手だから、そう。振り入れしてもらいたい。先輩方にもびっくりされる、3期生は振り入れがないっていうと、そう大変だねって。こんにちは、こんにちは。ね、そう動画を見てすぐ覚えられたらいいんだけど、コツをつかむまでがまず難しいね。難しい。振り入れ欲しいな。3期生も。そう、そのためにそう動画をちゃんと見るためにわざわざ新しいっていうか、今まで持ってなかった大きめの iPad 買ったりする子もいるぐらいだよ。そうなの、自費で。自分のポジションの人はアップにして大きくしてね、 iPad でやったりするんだけど、大変。やっぱり画質も低いと大変だし、そう多分私は平面で見るのが苦手で、立体でそのなんて言うんだろう、振りを覚えないと、そう立体で覚えないと入らないタイプだから、すごい大変。動画だけだと。そう iPad、 そうだからね、買ったって子もいる。 iPad 私は今の学校に入るってなった時に買ったから、それを使ってるんだけど、そうなの、そうなの、大変だ。とても頑張るしかないね本当に。そろそろ誕生日しようかな。17からいきます。17位ウエティンさん、16位フリーダムさん、15位シオミッチさん、14位ナナマルさん、13位キヨニーさん、12位マッチャンキヨさん、11位ワンタさん、トップ10、10位ディネアット、これゆゆじゃない、ありがとう。9位ノリさんアット、キーマイパスタさん、8位フラペチーノさん、7位ももじろアットつまみんさん、6位イマちゃんアットヤミーズアンドつまみん、ヒヒヒヒヒさん、トップ5、5位春のパン祭りシーズン2、買ったたたききたかかったさん、むずい。4位ヤマシンさん、そしてトップ3、3位ドグラスさん、2位タカキュウさん、そして今日の1位はどこ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 どん、今日の1位はコーラさん。今日もかわいい、ありがとう、頑張ります、ありがとう、褒めてくれて嬉しい。夜はね、9時が過ぎてからちょっとだけできるかな。そう9時台に多分ちょっとだけすると思います。もしかしたらそう忙しいとできないかもしれないけど、そうまた夜もできそうならするので、ぜひ来てください。私はこれから頑張ってきます。また夜、あと明日かな、1億人バズれ、そうあるので明日ぜひ見てください。なんかサムネが今回はリアチュウだったよね。そうリアチュウがサムネだった、演技力みたいな書いてあったね。私も出ると思うのでぜひぜひ見てください。本当によろしくお願いします。ではじゃあそろそろ終わります。ありがとう、バイバイ。